毎度カズチンです。最近動画全然上げれてなかったんですけど、正直言います、サボってました。すいません。まあサボってたっていうよりかは別のゲームをしてて、めっちゃそれにハマってしまってポケモンの動画がおろそかになってしまいました。申し訳ないです。また今日からね、ポケモンの動画をどんどん上げていこうと思ってるんで、皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。で、今回の動画なんですけど、いろんな方からコメントが来てまして、〇〇の色違い厳選してほしい、そんな感じのコメントがありがたいことにめちゃくちゃあるんですよ。なのでそのリクエストに答えながら色違い厳選方法を紹介していきたいと思います。ただ皆さん勘違いしてる方おると思うんですけど、基本的に毎回紹介してる色違い厳選の方法っていうのは、自分が試してみて一番出やすかったなぁと思う方法を紹介してます。効率がいいかどうかっていうのは分からないです。この方法が一番自分の中では良かった、そう思ってる動画を今後も紹介していきますので、こっちの方法がいいとかあっちの方法がいいとかあんまり叩くのはやめてください。それでは早速紹介していきたいと思います。まず一つ目のリクエストなんですけど、こちらです。ケンタロスできればお願いしますということでね、コメントいただいてます。リクエストありがとうございます。ただケンタロス炎タイプと水タイプでね、いろんな種類があるんですよね。なので両方紹介していきたいと思います。先に言っておきます、めちゃくちゃ見分けるのが難しいです。はい、もうさっき見てもらおうと思うんですけど、これね、色違いどっちかわかります？これね、右側が色違いなんですよ。もうほとんど同じでしょ、ちょっと濃いかなぐらいの感じですね。こっちは水のケンタロスなんですけど、これどっちかわかります？ちなみに右側が色違い、色が少し濃いかなっていう、見分けるのが難しいということを踏まえた上で今から紹介していきます。まずはレッチュー堂へ向かいましょう。目的地に着いたらピクニックを開きましょう。まずはサンドイッチタイム。先にスカーレットの方から紹介します。材料はトマトスライス、アーリーレッド、ピーマンスライス、赤パプリカスライスを2つ。どの種類でもいいので秘伝のスパイスを2つ。マジカルスターピック。そのサンドイッチを食べることによって炎タイプの輝きパワーと遭遇パワーがつきます。次はバイオレットの方。材料はトマトスライス、アーリーレッド、ピーマンスライス、キュウリスライスを2つ。どの種類でもいいので秘伝のスパイスを2つ。このサンドイッチを食べることによって水タイプの輝きパワーと遭遇パワーがつきます。ピクニックを閉じるとケンタロスの大量発生。バイオレットの方でもしっかりケンタロスは出てきます。ケンタロスってのは5匹まとめて出てくるんですけど、真ん中にいる1匹だけが炎ケンタロス、もしくは水ケンタロス、そんな感じで出てくるんですけど、まあとにかく色の区別がねつきづらい、めちゃくちゃ難しいんですよ。簡単ではないです。ケンタロスに捕まってしまうんですけど、レッツゴーとかで確認しながらするのがおすすめです。自分はもう慣れてるんでね、すぐ見ただけでわかるんですけど、最初はねやっぱりレッツゴーしながら探してました。はい、色違い見つけました。こんな感じでね、これわかります？実はこれ色違いなんですよ。一回ねレッツゴーしてみます。色違いポケモンに対してはレッツゴーで倒したりしないんでね、もうどんどんレッツゴーしていって見つけるのがいいです。さあ、じゃあ早速捕まえていきますか。かなり難易度高いし難しいんですけど、よかったら皆さん試してみてください。ケンタロスゲットだぜ。はい、じゃあ次のリクエスト答えていきたいと思います。次はこちらです。もうこれ潔くないですか？もう波いるかーの文字だけっていうね、こんだけ思いが強いんやったらもう動画にしなあかんなと思ってね、自分がしてる波いるかの色違い厳選方法を紹介します。まずはベイクタウンへ向かいます。今から紹介する方法がちょっと特殊なんですけど、もしかしたらできない方がいるかもしれないです。まずベイクタウンに着いたらですね、左手にあるマイドサンドのお店に行きましょう。マイドサンドに着いたらある料理を食べてもらうことになります。こちら一番左上にあるスパイシーサンド、こちらを食べていただきます。そうすることによって水タイプの遭遇パワーがつきます。食べた後に今からある作業をしてもらいます。まずベイクタウンの付近でホームボタンを押して、スイッチ本体の設定で日付と時刻を選択します。そして現在の日付と時刻のところを選択してもらって、1分だけ時間を戻します。そしたらポケモンに戻っていただいて、マップを開くと今出てる大量発生が更新されます。で、基本的にベイクタウンの近くでナミイルカの大量発生って出やすいんですよ。ナミイルカの大量発生が出るまでひたすら時間を変更し続ける、何回もね大量発生を更新する、それを繰り返すことによってナミイルカの大量発生が出てきます。割と簡単にね出てくるんで、皆さんやってみてください。とりあえずナミイルカが出るまで時間を変更し続けたいと思います。はい、あれから10分ぐらい経ったんですけど、もうすぐ出ました。マップを開いてすぐ右下なんですけど、こんな感じで出てきます。いろいろ試したんですけど、ベイクタウンの周りがおすすめです。ここでサンドイッチタイム。今回も大量発生が出てるので、遭遇パワーではなくチビチビパワーをつけてちっちゃいナミルカを捕まえようと思います。材料は簡単です。キュウリスライスが1つ、あとはスパスパイスが2つ、これだけでいけます。そのサンドイッチを食べることによって水タイプのチビチビパワーと輝きパワーがつきます。そして大量発生が出てるところに向かうと、ナミイルカの大量発生。まあ当たり前か。
数を減らした方が色違い出やすいみたいな、よく聞くんですけど、海を泳いでる場合ってポケモンがどんどん更新されていくんですよ。なんでもういつもね、もうそんなんせずにもうひたすらね海を泳ぎ続けてます。そして紫色のナミルカが出てきたらもうそれは色違いです。はい、こんな感じで色違いナミルカが出てきました。ってことでね、この方法が自分の中で一番おすすめだと思います。早速捕まえていきます。ナミルカゲットだぜ。これからも動画見てくれてる方のリクエストにどんどん答えていこうと思ってますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてツイッターのフォローもね、よかったらお願いします。ってことで、ありがとうございました。